こんにちは。ラットスタイルのラットです。今日はですね、先日入荷いたしました C-WAX、ファインクリークレザーズのワークラインのレーベルですけれども、こちらからですね、23年の春夏の新作が入荷いたしましたので、こちらについて本日ご紹介していきたいというふうに思います。よろしくお願いします。ということでですね、ファインクリークレザーズといえばやっぱり革ジャンね、こういった並んでる革ジャン、そして僕がよく着ているこのモシール、そして C-WAX というね、本当にファインクリークレザーズの中にもですね、いろんなジャンルのものがありまして、本当にこういろんなね選択肢で遊んで楽しんでいただける形になっておりますけれども、今回はですね、この C-WAX から、今季23年の新作、春夏新作としてシャツが入ってまいりましたので、それについてちょっとね、お話ししていきたいなというふうに思っております。23年のですね、春夏に関しましてはですね、より上質な着心地をということで、C-WAX、よくワークラインでですね、割とこう、ワークめなもの、ワークパンツであったり、ワークシャツ、まあそういったね、ものが割と走りでしたけれども、年々ですね、レザーものも増えてですね、ゆったりとしたシルエット、またね、ワークな武骨さもありながら、ちょっとこう、ルーズな感じで着用いただけるものが非常にこう、昨今増えているかなというふうに思いますけれども、そんな中でですね、こちら入荷してきたのが、NARD というですね、チェックシャツなんですけれども、ヴィンテージのチェックシャツをベースにですね、あえてこう、シングルステッチを施したりだとか、ワークライン、ワークベースでありながらも、こう、ドレッシーな感じでこう、仕立て上げられたシャツという形になっております。このチェックがですね、非常にこう、いろんなパンツ等にもですね、合わせやすい形になっているかなというふうに思っております。素材にですね、今回は、このコットン品種の中でも非常にこう、最上級と言われているスーピマコットンですね。長面、本当にこう、長いね、コットンなんですけれども、本当に肌触りが良くてですね、この着ていただいた時にすぐわかる、この上質な着心地っていう形なんですけれども、本当にね、ワークのディテールでありながら、このドレッシーな感じ、そして着心地がもうすこぶるいいということですね。本当にこういろんな要素を詰め込んだこちらのシャツでございますけれども、ボタンにはですね、こちら、要素ボタンかな、はい、そういった形で施されております。ちょっとね、大きめな作りになっておりますので、インナーからですね、トップスとしても本当にこう様々な形で、合わせやすい形になってくるのかなと思っております。で、今回はですね、このNARD、このシャツを使ったコーデなんかをね、数点ご紹介していきたいなというふうに思っております。僕自身ですね、割とこうジャストめで着るんだったら S サイズで、ゆったりめでね、一つで、トップスとしてこうゆるっとね、着るんであれば38というようなサイズ感かなというふうに思いますので、36、38中心にですね、今回はコーデを組んで同じ、ご紹介していきたいなというふうに思っております。それではよろしくお願いいたします。はい、ということですね、まずはこちら、同ブランドのですね、ブルーフィールドというダブルニーのワークパンツと一緒に合わせてみました。このね、絶妙な太さがこのチェックのシャツとすごく相性がいいんじゃないかなというふうに思っております。王道のね、このアメカジコーデみたいな感じですけれども、このサイズ感がこう変わるだけで雰囲気もガラッとこう変わるんじゃないかなというふうに思っております。トップボタンをね、こんな感じで締めてもいいですし、第1、第2ボタンを開けてね、さらっと着てもかっこいいんじゃないかなというふうに思っております。ブラックのね、このハットとエンジニアブーツでかなりこう締まった感じで、コーデできたんじゃないかなというふうに思っております。一発目、いかがでしょうか。はい。二つ目はですね、さっきのコーデにプラスカバーオール、ちょっとね、混ぜてみました。先ほどが、やっぱり春夏があんな感じでこう、オールシーズン着れますけども、あんな感じでこう春夏で、着るイメージ。で、こちらはですね、秋冬のイメージかなというふうに思います。カバーオール一つ加わるだけでね、ちょっとこう秋冬感がやっぱり増しますけれども、こんな感じでね、インナーとして、こちら、赤のチェックの方が36なので、インナー使いとしてもすごくいい感じでね、着用いただけるんじゃないかなというふうに思っております。この丈感とかもね、すごく、僕的にはすごく気に入ってる感じです。さっきね、ちょっとワンポイント、さっきのね、コーデにプラス一品加えただけですけれども、こちらもおすすめのコーデなんじゃないでしょうか。続いてはですね、こちらモシールのサプレックスナイロンを使用したカーゴパンツ、トミーと一緒に合わせていました。
よりカジュアルな感じでね、着用してみました。シャツもね、ちょっと今回は前を開けて、かなりね、フランクな形で着用しております。こちらに関しては、38なので、よりね、ルーズな感じで着用いただけるかなというふうに思います。もちろん、こう、前をね、締めて着用してもかっこいいです。はい。バランス的にはこんな感じになっております。こんな感じかな。はい。袖口なんかもこう止めてもらうと、はい。よりこう、かしこまった感じになりますけれども、全部ね、開閉して、だらっと着用するのもかっこいいし、ところどころね、要所締めて、こんな感じで遊びに出かけるのもすごくいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、最後はやっぱり僕の大好きな、モシエルのこのイレーナミドル、そして、イーベントを採用したジョージ、こちらとね、一緒に合わせてみました。このシーバークスをこのハイテク素材でこう挟んじゃうスタイルね、そしてスニーカー、このスタイル結構僕は好きなんです。はい、このね、ジョージから出る絶妙な丈感も個人的にはすごく好きですね。はい、ジョージはね、本当に透湿防水性もあるので、ちょっとね、暑くなったなという時にはさらっとこう脱いでもらったりだとか、雨が降ってきたなという時にこうさっとね羽織ったりもできるので、まあ、基本的にはこんなスタイルで、まあ、イレーナと一緒にこう楽しんでもらって、何かあった時にこのジョージをさっと羽織ってもらうみたいな感じのね、コーデですごくいいんじゃないかなと思います。まあ、ブラックコーデね、非常に多い中で、この差し色としても、すごくいい感じに印象を与えてくれるシャツになってくると思いますので、本当にですね、こんな感じで、トップスとしてはもちろんなんですけれども、インナー使いとしてもですね、非常にこう万能で大活躍。このイレーナぐらい、本当に万能なシャツになっておりますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらね、スーピマコットンを使用した、まあ、上質な着心地ナードでございました。本当にね、皆さんに楽しんでいただきたいなというふうに思っておりますので、ぜひね、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。